いかがでしたか？ニュース総集編で平成15年度の日本大学を振り返ってきました。こんにちは。そして新入生の皆さん、はじめまして。生物資源科学部4年の山本優子です。日本大学のテレビ局 NUSAT では、日本大学の出来事をニュースの枠で各キャンパスと全国に散らばる付属高校にお伝えしています。総集編の後は春休みの間に行われた行事をお伝えします。桜のつぼみも開き始めた日本武道館で、平成15年度日本大学卒業式が行われました。前日の雨で天気が心配された卒業式でしたが、3月25日は雨も上がり、卒業生の門出にふさわしい天気となりました。今年の卒業生は大学院、学部、短期大学部、通信教育部、合わせて17,000名。午前10時の部と正午の部の2回に分けて行われました。卒業生代表に賞書授与、そして学業、スポーツなどの部門で業績を上げた卒業生に総長賞が授与されました。賞状、総長賞、生物資源科学部新人資源科学科三住真由、任は学業成績優秀につき記念品を授与し、これを賞する。そして大学中に培われた知識、スポーツ、そして文化活動等により育まれたこの貴重な経験をバネにして、新たな道を切り開き前進されますことを心から願ってやみなさい。皆さんは今後いろいろな分野での活躍が期待されます。何をするのかを求めるのではなく、自分は何をしたいのかをはっきりとした目的意識を持ってください。何度ぶつかっても立ち上がり、粘り強く諦めずに立ち向かっていくことをここに誓います。卒業生の皆さん、おめでとうございます。今後の活躍に期待しています。依然として厳しい就職状況を打破しようと、合同企業研究会就職セミナーが開催されました。今年で5回目となるこのセミナーは、2月10日有楽町の東京国際フォーラムを会場に、日本大学総合学生部就職課が来年3月に卒業する学生を対象に開催しています。今年も優良企業200社が参加し、1万4000名の学生が訪れました。学生にとっては短時間で複数の企業を回れる、また話を聞いて興味を持ったなど、新たな発見もあったようです。企業の人事担当者に求めている人材についてお話を伺いました。やる気のある人というかですね、会社入ってからバリバリと仕事をできるような、そういったなんていうか意欲に燃えた人を希望しています。自分を高く持ってですね、自己実現のために仕事をしたい、やはりこうやりたい、何かやりたいというのをね、強いその意思を持っている方、行動力のある人材をぜひ欲しいと思って今日は参りました。一言で言うと、プロフェッショナルな人というのを必要としています。まず努力をする人で、努力するだけじゃなくて結果も出す人で、その結果に応じて必要な報酬というのをきちんと受け取る人、会社も同じだと思うんですよ。参加した学生に感想を聞きました。普段説明会でまだこの時期に大手の企業の方が説明会を開いてくれてない状態なので、大変参考になる情報はたくさんもらいました。はい、企業さんもいっぱい来てるし、あと生徒さんもいっぱい来てるんで、こういい刺激になります。やっぱいろんな企業が出てまんべんなく見ることができるので、はい、それでいろんな関心がどんどん広がっていくので、すごいいいと思います。今日は一応最初の予定では6つあったんですけど、見てみたら結構面白い会社がたくさんあったんで、10個か20社ぐらい見ていこうと思ってます。やっぱりちゃんとそういう人事の方から話を聞いた方が、ホームページだけじゃなくていろんな詳しいこととかも分かるので、やっぱこういう説明会は大切だなって思いました。そうですね、会社が求める人材っていうのは
どこも大体決まっていて、それを軸に自分もそのような人間になるように努力しなきゃいけないんだと思いました。日本大学の各学部では教育・研究のための拠点整備を積極的に進めていますが、この3月には4つの学部で新しい施設が完成しました。続けてご紹介します。芸術学部では所沢キャンパスに共同実習スタジオ棟が完成し、3月15日に竣工式を行いました。これは同学部の所沢キャンパス整備事業の一環として建設が進められていたもので、最新のハイビジョンによる撮影機器を備えています。映像・音声などの主な機器はすべてデジタル化されており、高度な映像制作が可能になっています。この日はスタジオ披露のために木管五重奏を収録するデモンストレーションが行われました。新年度からは早速映像関連の実習事業で活用されることになっています。生産工学部津田沼校舎では学術フロンティアリサーチセンターと新しい教室棟が完成しました。学術フロンティアリサーチセンターは文部科学省の学術フロンティア整備事業に選定されて建設されたもので、生産工学部としてはハイテクリサーチセンターに続く大型研究プロジェクトの第2弾となります。地球環境調和型新技術開発を目的とする水の高度利用に関する研究と題されたプロジェクトでは、身近な存在である水を天然資源として捉え、その性質を十分に理解して材料として利用することを目的としており、基礎研究、実用化研究、シミュレーション研究の3つのグループによって組織が構成されています。一方の教室棟はジャビーへの対応を含む新しいカリキュラムの実施に伴って建設されたもので、鉄骨造り8階建ての建物には400席の階段教室をはじめ大小30以上の教室が配置されています。メカニカルな外観のこちらの建物は理工学部船橋校舎の14号館です。各種教室を中心として快適なこと、環境に配慮すること、そして最新テクノロジーを活用することなどをコンセプトに建設されました。自然光を取り入れ、ガラスの煙突、ソーラーチムニーによる自然換気、雨水の利用、地下ピットとヒートパイプによる空調設備、太陽光発電や屋上緑化など自然エネルギーを積極的に活用しています。また産学連携で研究開発したトグル制振装置を採用するなど、まさに理工学部にふさわしい設備になっています。最後に分離学部の高領域情報学研究センターを紹介します。こちらも文部科学省の学術フロンティア推進事業の選定を受けたもので、デジタルアーカイブインフラストラクチャーの構築と高度利用をテーマに研究プロジェクトが推進されます。これは研究者が保有する教育・研究に関するさまざまな情報をデジタル化して蓄積すること、それらを有機的に連携させてさらに価値ある情報とすること、そしてこれらを支援する基盤システムの実現という3つの点が研究課題になっています。一方、クラブの施設もリニューアルオープンしました。日本大学弓道部の弓道場が改築され、3月31日、竣工式が行われました。歴史ある弓道部は、男子が昨年の全日本学生王座決定戦で準優勝、そして女子は伊勢神宮弓道場で行われた全日本学生女子王座決定戦で4年ぶり8度目の優勝を果たしました。
主伐式、施設見学に引き続き弓道部代表学生による矢渡しが披露されました。厳かな雰囲気に包まれた会場では、自分自身の心の中との戦いである弓道の一挙一動を固唾を飲んで見守っていました。全国制覇に向けて弓道部はここからまた新たな歴史を刻みます。日本大学の昨年度1年をニュースで振り返ってきました。今年も NUSAT スタッフは各キャンパスの学生、教職員、そして全国の付属高校の皆様に楽しんでいただける番組作りを目指してまいります。楽しみにしていてください。それでは今週はこの辺で、さようなら。